お疲れ様でーす。ポンです。いつもグッドボタンにコメントたくさんありがとうございます。嬉しい嬉しいです。はい。それで今日の話はエリート役での履歴書パート7を喋りたいと思います。昨日はね、なんちゃんが刑務所から出てきて、兄貴分が用意してくれた温泉に浸かって、それで食事をする部屋に入ったら、一人の男がね、小指に包帯巻いて、ホルマリン漬けになった指を前に置いて、土下座してるわけなんですよ。それはね、なんちゃんを裏切った男、なんちゃんを殺に撃った男なんですよ。それで兄貴分に、許す、許さないは、お前が決めろと。まあそう言われて、なんちゃんがどうするのか、昨日はそこで終わってるんですよ。それでなんちゃんのね、出した答えが意外なんですよ。自分もなんちゃんからこの話聞いてる時にね、意外だなと思ったんですよ。なんちゃんが出した答えはノーなんですよ。一緒にはやっていけないと、無理やと、なんちゃんの出した答えがそれだったんですよ。それで兄貴分が黙ってね、財布から5万円抜いて、その人間に手渡して、お前ここから電車で帰れと、お前を車で乗せて帰ることができないと、電車で帰ってくれって言って5万円渡したらしいんですよ。それで兄貴分がお前の処分は出さないと、お前を本部に登録はしてないと、俺の個人的な射程っていうことでおっただけやと、だからお前がもしヤクザを続けたいと言うんだったら好きなとこでヤクザしろと、こっちからは何のクレームも入れないと、好きなとこでヤクザ頑張っていけって、まあ兄貴分がねそういう言葉をかけてあげたらしいんですよ。そしたら指を詰めたね、なんちゃんを撃った人間、その人間がどうにかもう一度チャンスをくださいと、なんちゃんに頭を下げてきたらしいんです。でもなんちゃんはあかんと、早く俺の視界から消えてくれって、なんちゃんはそういう風に言ったらしいんですよ。そしたらその指を詰めたね、なんちゃんを裏切った男がホルマリン漬けの指を持ってそのまま歩いていったらしいんですよ。なんちゃんはね、その後ろ姿、その人間が歩いていく後ろ姿、未だに鮮明に覚えてるらしいです。その人間の後ろ姿。それで、みんなでね、ご飯食べて、それで、前回同様ね、車乗って、事務所向いて走ったんですよ。それで、兄貴分にね、車の中で、お前なら、許すと思ったと。あいつを許してあげると思ったと。なんでやと。なんで許さんかったんやと。そんなに刑務所が嫌やったんかと。ちょっと兄貴分の嫌味が混じったようなね、言い方されたらしいんですよ。それでなんちゃんが違うと。ヤクザじゃなかったら全然オッケーやと。でも、あいつは一回裏切ったと。今回は俺でよかったと。でも、これから、兄貴を裏切る可能性があると。一回裏切った人間は、二回でも三回でも、平気で人を裏切ると。兄貴があいつに裏切られたら、俺はあいつを殺さなあかんと。あいつを殺すことが、俺は嫌なんやと。まあ、なんちゃんがそういうことをね、兄貴分に言ったらしいんですよ。これ、めちゃめちゃね、かっこいい言葉なんですよ。なんちゃんの。だから自分は正直、本当にそれを、なんちゃんが言ったのか、どうなのか、ちょっと疑問が残るところなんですよ。でもなんちゃんは自分に、そういう会話があったと。まあそういうふうに言ってきたので、そういう話の仕方をしています。はい。それで、事務所まで、いろんな話を、兄貴分となんちゃんはするんですよ。でも、事務所のね、話、その話は、兄貴も何もしないらしいんですよ。それでなんちゃんが、事務所どうですかと
いろいろ変わりましたかと。役職とかね。まあ、いろんなこと変わりましたかと。そういうふうに聞いたら、まあ、行ったらわかるわと。行ってからでええやんけと。まあ、そういうことを言ってきたらしいんですよ。それで、事務所に着いて、そしたら親分がたまたま帰ってきたとこだったらしいんですよ。事務所にね。それで親分に挨拶して、そのまま組長室入って、二人で話したらしいんですよ。親分と。それで、しょうもない懲役は、これが最後にしとけと。次は、組のために体かけろよと。しょうもない懲役ばっかり行くなと。親分に怒られたらしいんですよ。でも、親分から100万円、出所祝いで100万円もらったらしいんですよ。それで、事務所からも100万円。それと、その時はね、みんな、個人的なお祝い、それを、ここに渡してきたらしいんですよ。そしたら、3万円の人もいてる、5万円の人もいてる、10万円の人もいてる。みんなバラバラだったらしいんですけど、一人だけ持ってこなかった人間がいてるらしいんですよ。なんちゃんと、なんちゃんの兄貴分が、半目の人間。その人間は、渡してこなかったらしいんですよ。でもね、その半目の人間、その人間、執行部入りしてるんですよ。それで、兄貴分の札を見たら、兄貴分は、わからかのままなんですよ。ずっと、先に行っちゃったんですよ。その半目の人間が。それで、なんちゃんがね、俺が、どんなことあっても、兄貴を執行部に入れようと。体かけても、金をかけても、どんなことしてでも、兄貴を執行部の座布団に座らそうと。その時にね、そう思ったらしいんですよ。そしたらそのね、半目の人間、その人間がね、なんちゃんに、おいって、札に道具プレゼントするのになったら、事務所にプレゼントせんかいと。事務所の道具として管理しとかんかいと。なんや、札に惚れとんかと。札に道具プレゼントしていい顔してるんかと。何か取引したんかと。なんで札に道具プレゼントするんやと。情けのないんかよこれ、つってね、ものすごく上から言うてくるらしいんですよ。もちろん執行部だから屋根からね、物を言ってもいいんですよ。でも、なんちゃんは、ムカッと来たんですよ。それで、自分がいてない間に、えらい大出世ですね、と。執行部になったら、そんな言い方までできるようになるんですね、って。こう、なんちゃんがね、言わんでいいのに言ってしまったんです。そしたら、その、半目の人間が、誰に口聞いてるんや、って、バチーンと、なんちゃん殴られるんですよ。そしたら兄貴分が足をね、引きずりながら走ってきて、何しとんねんこらーって言って、その執行部の人間に突っかかっていったらしいんですよ。そしたら周りがみんな止めてね、やめとけやめとけと。それで親分も組長室から出てきて、何の騒ぎやって言って。それで他の執行部の人がね、親分にこういう事情で怖いと説明したら、兄弟喧嘩するなと。みんな仲良くして、一気団結して、頑張っていけって言ってね。まあ、親分がそういうふうに言って、話は終わったらしいんですよ。それで、帰り際に、兄貴分がなんちゃんにね、明日、ちょっと話したいことがあるんやと。真剣な顔して、兄貴分が言ってきたらしいんですよ。それでなんちゃんは、わかりましたと。じゃあ、何時に行きますって言って、兄貴分とは、その日、別れたんですよ。それでね、次の日、待ち合わせ場所に、なんちゃんが行くんですよ。それで、兄貴分からね、言ってきた言葉が、なんちゃんには、衝撃すぎてね、頭が、クラクラと、するぐらい、衝撃的なことだったらしいんですよ。それはね、お前が出てくるのを、俺はずっと待ってたんやと。実はなと、仇になるわと。仇になって、お前を、応援するわと。他の、さて、若い衆、全員に話はしてやろうと。お前がみんなを連れて、役立やっていけと。まあそういうことを言ってきたらしいんですよ。それで、なんちゃんが、兄貴なんでやと。なんで兄貴、仇になるんやと。これからやないかいと。これから二人で
頑張っていこうよと、まあ、なんちゃんがそういうふうに言うんですよ。まだ兄貴もその時20代後半ですからね、30になってないんですよ。そしたら兄貴もがね、俺の左足はまともに動けへんと、喋りも無理やと、顎が回らんと、そんなブラマな姿でヤクザ続けられへんと、親分にも悪いと、同じ組の人間にも悪いと、俺みたいな人間足手まといやと、だから肩気になってお前を陰からサポートすると、まあそういうことを言ってきたらしいんですよ。そしたらなんちゃんがね、俺が兄貴の足になるっつって、俺が兄貴の口になるっつって、兄貴はでーんと構えといてくれと、俺が全部前さばきすると、俺がやっていくから兄貴は黙ってでーんと座っといてくれっつって、なんちゃんがそういうふうに言うんですけど、兄貴分の意志はね固くて、お前出てくるの首を長くして待ってたんやと、やっと肩気になれると、やっとみんなから白い目で見られへんようになんねやと、俺をゆっくりさせてくれって言って、だからなんちゃんがいてない間にね、事務所でみんなから白い目で見られてるんですよ。兄貴もは肩気にやられたと、肩気に怪我させられたと、恥ずかしい思いをしてるわけなんですよ。それでなんちゃんが、それは兄貴ずるいと、ずるすぎると、俺をヤクザにしたのは兄貴やと、兄貴が俺をヤクザにしたんやと、射程になったのは俺からやと、でも事務所に連れて行ってヤクザにしたのは兄貴やと、それで兄貴一人肩気になるんかと、そんなことさせへんと、俺も肩気になるって言って、なんちゃんがそういうふうに言ったらしいんですよ。そしたら兄貴分が、他の人間どうするんやと、お前がヤクザに引っ張り込んだ人間何人もいてるぞと、お前それでもいいんかと、今俺に言うた言葉そのままお前に返すわと、お前はヤクザで上に登れ、お前はヤクザで俺のでけへんなことやってくれって言って、なんちゃんに言うらしいんですよ。でもなんちゃんも頑固なとこがあってね、関係ないと、二人で肩気になろうと、今から二人で指詰めて親分のとこに話しに行こうって言って、なんちゃんがそういうふうに兄貴分に言うんですよ。はい、申し訳ありません、この話の続きはまた明日喋りたいと思います。これね、なんちゃんの話ね、めちゃめちゃ長くなってるんですよ。本来ならもう締めたいぐらいなんですよ。でもね、事情が事情でちょっとなんちゃんが続けてほしいと、まあそういうふうに言うんで、もうちょっと続けます。飽きてる方申し訳ありません。はい、なんちゃんコメント読んでるんで、苦情はコメントまでよろしくお願いします。はい、ということで今日はこの辺にしたいと思います。じゃあ。